今回ご紹介するのは京王電鉄京王線の府中駅です。府中駅は東京都府中市宮町1丁目にあり、1916年、大正5年10月31日に京王電気軌道の停留場として開業しました。当駅は地理的にも行政的にも府中市の中心部に位置しており、 JR 府中本町駅とともに府中市を代表する駅です。都会的で現代的なミュージアムをイメージさせる駅として、関東の駅100選にも選定されています。当駅は3層構造の高架駅です。2階には南北にペデストリアンデッキの府中スカイナードが続いています。地上階は駅前ターミナルとなっており、路線バスとタクシーの発着場となっています。駅舎は駅ビルと一体となった構造になっています。2階が改札階で、改札口は南北に2箇所あります。改札階と地上階との間にもエスカレーター、エレベーターがあります。当駅は島式ホーム2面4線を有しています。主本線は2番線と3番線であり、1番線と4番線は対比線となっています。当駅では一部の列車を除き、特急急行と快速、各定の緩急接続が終日にわたり行われています。1989年、平成元年に下り線が高架化、上り線は1991年、平成3年に高架化され、1993年、平成5年3月1日に新駅舎の使用を開始し、連続立体交差事業が完了しました。2022年度の1日平均乗降人員は 75,924 人で、京王電鉄の駅では新宿駅、渋谷駅、吉祥寺駅、調布駅、下北沢駅、分倍河原駅、橋本駅に次いで8番目に多いです。この数字は接続路線が一切ない途中駅の中では最多となっています。
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。